豊川市総合体育館豊川公園は愛知県豊川市の中心部諏訪地区にある公園である。豊川運動公園と呼ばれる場合もある。豊川公園は豊川市総合体育館、陸上競技場、野球場などいくつかの施設で構成される運動公園である。市役所と保の原地区に挟まれたところにあり、東西に長い形となっている。 各施設の管理は総合体育館で行っている。豊川公園の周囲は桜トンネルと呼ばれる桜並木となっており、春になると花見客で賑わう。また、豊川市民祭りのおいでん祭りや豊川手筒祭りもこの公園で行われる。総合体育館と野球場の間の指導は欅並木になっており、いくつかの彫刻も設置されている。市はこの通りを、 フレアイプロムナードと名付けているが、あまり浸透していない。豊川公園周辺地図豊川市野球場1990年5月完成の体育館。メインアリーナとサブアリーナ、そしてエアロビクスができるレクアリーナがある。その他、ミーティング室やトレーニング室も設けられている。総合体育館から4車線の道路を挟んだところに、ある野球場。両翼一点六メートル。 中堅116.0メートルで2200人の観客を収容できる。12月下旬から2月下旬までは芝生養生のため休業する。陸上競技、グラウンドゴルフ、サッカーなどに利用できるグラウンド。豊川手筒祭りの会場となる。クレーコート8面のテニスコート。観客席は500席。豊川公園の東端に位置する屋外プール。 1993年には、ウォータースライダーも設置され、夏になると、多くの家族連れなどで賑わったが、老朽化のため、現在は、撤去されている。7月の第1土曜日から8月31日まで、利用可能。25メートル、50メートルプールのほか、子供用プールも備える。愛知県豊川市須は3丁目246。